ビアク島の戦いは、ニューギニアをめぐる戦いの一つに数えられる太平洋の島嶼戦です。1944年5月、ニューギニアの海岸沿いに飛び石作戦を続けていた米軍は、飛行場を狙ってビアク島に侵攻を開始しました。しかし、この島で米軍は思いもしなかった苦戦を強いられることとなりました。ビアク島の日本軍は、2倍以上の米軍を相手に、ビアク島は北のアッツ、南のビアクと呼ばれるほどの果敢な抵抗を行います。ビアク島守備隊の敵を1ヶ月以上にわたって島に釘付けにする前線を見せて、艦長や天皇陛下からのご過小を受け、アメリカ軍からもニューギニア戦線における日本軍最大の抵抗と評価されています。ニューギニアにおける知られざる激戦と前線があったビアク島の戦いを見ていきましょう。北部ニューギニアの要衝ビアク島。ビアク島は現在インドネシアの一部になっているニューギニアのチェンデラワシ湾北西部に位置する大島です。ビアク諸島では最大の島ではあるものの、島の規模としてはそれほどではないビアク島ですが、戦争中には日本軍がこの島に多くの飛行場を建設していました。島の南には1943年以降、陸軍が建設した木メル第1から第3飛行場が存在し、海軍も同様に島に2カ所の飛行場を持っていました。日本軍にとってビアク島の失効はニューギニア北西部で制空権を失うことを意味しており、米軍にとってはビアク島を手に入れることでニューギニアだけでなくパラオやフィリピン、マリアナ諸島を爆撃圏内に収めることができ、両軍にとって重要な価値を持つ航空作戦の要衝でした。ビアク島守備隊の状況と防備に適した島の地形。日本軍はビアク島にクズメナオユキ大佐率いる陸軍のビアク師隊1万400名と海軍1947名の守備隊を配置していました。しかしその多くは飛行場設営や海上輸送、島の開拓などを行うための後方支援部隊で、戦闘部隊は海軍陸戦隊を含めても4500名ほどだったとされます。ただ守備隊にも有利な部分はありました。守備隊の主力となる歩兵第222連隊はもともと米軍の島嶼上陸に対して逆上陸して反撃を実施する海上機動反撃連隊として編成されており、95式軽戦車や7センチ野戦高射砲、水陸両用車両など当時の日本軍としては優良な装備を有していました。さらにビアク島の地形も守る側に味方していました。ビアク島は密林や竹やぶに覆われたサンゴ礁の島で、島内のあちこちにある頑丈な天然の洞窟や岩棚は日本軍を敵の砲爆撃から守ってくれます。またビアク島の戦いでは米軍も日本の戦力を過小評価するミスを犯しています。島にいる日本軍は4400名ほどと見られており、特に戦闘部隊の数は約半分の2500名ほどと見積もられ、上陸後は一気に飛行場を占領できると考えられていました。ビアク島の戦いは敵側のエラーにも助けられた面もありました。米軍の奇襲上陸と前線する守備隊。1944年5月27日、米第41歩兵師団はビアク島への上陸作戦を開始しました。海上に多数の軍艦の姿を認め、連合艦隊が進出してきたぞと喜び合っていたビアク島守備隊は、直後に激しい爆撃と艦砲射撃を受け、それが敵であることを知ったのです。米軍は延べ100機の爆撃機や駆逐艦、ロケット砲を搭載した揚陸艦などによる支援砲爆撃とともに、午後6時までに主力の兵員1万2000名を島に上陸させました。この時海岸が砂浜ではなく崖になっているボスネック湾を上陸地点に選んだことで、米軍の上陸は日本軍にとって奇襲になりました。しかし日本軍守備隊の多くは島内の洞窟に隠れ手砲爆撃をやり過ごしており、すぐに体勢を立て直して上陸部隊への反撃を開始します。米軍は第162歩兵連隊を木メル飛行場の確保に向かわせますが、日本軍は M4 駐戦車を要する敵に対してもひるまず猛攻撃を行い、十字砲火と歩兵の肉薄攻撃で戦車3両を撃破。さらには162連隊と海岸橋頭保との連絡線を遮断します。孤立した162連隊は終点を使って海へと退却するほかありませんでした。一度上陸した部隊が終点で海へと退避する例は米軍の上陸作戦においてもあまり例のないことです。2つに分かれた指揮系統。前線していたビアク島守備隊ですが、日本軍の側にも問題はありました。ビアク島への米軍上陸直前、島には
目前に迫った敵の侵攻に対する打ち合わせのため第2方面軍参謀長である沼田隆増中将が訪れていました。そして米軍の侵攻作戦は沼田中将が島を離れる前に始まったのです。この場合リアクトー指揮官であるクズメ大佐より沼田中将の方が階級が上のため、リアクトー守備隊は沼田中将の指揮下で米軍と戦うことになりますが、沼田中将はリアクトーの地理にも詳しくない上に戦闘部隊の将校というわけでもありませんでした。そのためリアクトー守備隊は東側をクズメ大佐が、西側を沼田中将の指揮下に置くことになり、敵との決戦を前にして指揮系統が複雑化することになったのです。予想外の苦戦を強いられた米軍、指揮系統にトラブルがあったにしろ日本軍将兵の優先に変わりはなく、米軍は予想外の苦戦を強いられていました。28日には9号式軽戦車9両と M4 中戦車による戦車戦が勃発し、9号式7両が撃破されましたが、米軍も M4 中戦車2両を失い撤退しています。6月7日米軍はようやくモクメル飛行場へと進出しますが、日本軍は飛行場を見下ろせる高台にある西洞窟に陣地を構築し、砲撃によって飛行場の使用を妨害しました。米軍がモクメル飛行場を使用できるようになったのは上陸から1ヶ月近くが経過した6月22日になってからのことです。米軍の作戦計画は大幅に遅れており、第41師団長のホレース・ヒュラー少将は戦意不足で更迭され、代わりにロバート・アイケルバーガー中将が指揮を取ることになりました。アイケルバーガー中将は第34歩兵連隊戦闘団によるリアクトーに増援を行うとともに、日本軍の立てこもる洞窟に激しい攻撃を加えました。戦艦ヤマト・ムサシ出陣、日本海軍の混作戦。リアクトー守備隊の前線を見た大本営では、米軍を撃退するため島へ増援を送ることを決定します。この増援作戦は混作戦と命名され、6月3から4日、8から9日、10から13日の3回にかけて実施されました。混作戦部隊は戦艦や従順など海軍の水上艦部隊と当初への逆上陸を行うための部隊である、陸軍の海上機動第2旅団を乗せた輸送船団で構成されていました。しかし1回目は米水上艦部隊を空母部隊と誤認したことにより、2回目は米軍機の空襲に遭い、作戦は失敗に終わり部隊は引き返すことになりました。6月9日連合艦隊では米水上艦部隊との交戦も視野に入れ、戦艦ヤマト・ムサシを含む16隻の艦隊を発令させ、第3次混作戦を発令します。日本陸軍は戦艦を出撃させたことで海軍が本気であると思い喜びましたが、海軍はこの時も貴重な空母を出撃させることはありませんでした。しかし6月11日米機動部隊がマリアナ諸島に現れると、混作戦は中止になってしまいます。絶対国防圏の一つに設定されているサイパン島に米軍が来航したことで、もはやビアク島に関わっている余裕はなくなってしまったのです。ビアク島守備隊の最後、混作戦の打ち切りによりビアク島は見捨てられたも同然となり、ショックを受けた兵士の中には自決する者もいたといいます。それでもビアク士隊は米軍との戦闘を続行し、少しでも敵戦力を島に引きつけることで戦局に寄与しようと試みました。しかし日本兵のこもる西洞窟ではこの時すでに水と食料が欠乏しており、将兵はわずかな甲板と鍾乳洞から滴る水滴で飢えと渇きをしのぐ状況でした。米軍は洞窟を完全包囲し、火炎放射器や火のついたガソリン缶で日本兵をあぶり出そうとしました。それでも日本軍は果敢に夜襲を行い、20日にも高射砲部隊が米観測機2機を撃墜するなど、最後まで米軍の飛行場使用を妨害し続けます。6月21日最後の時を悟ったクズメ大佐は軍機を焼却し、一旦は洞窟を脱出したものの、7月2日に自決しています。6月27日米軍は西洞窟を制圧、残る日本軍将兵はジャングルに逃れて終戦まで戦い続けることになりますが、その多くが飢えとマラリアなどの伝染病によって倒れていきました。米軍がリアクトーの戦いに終結宣言を出したのは8月20日のことでした。まとめ、リアクトーの戦いに投入された米軍の兵力は約3万名、それに対して日本軍守備隊は半分の1万5千名ほどでした。戦闘部隊の数はさらに少なく、それだけの兵力で米軍を1ヶ月以上
島に釘付けにして飛行場使用を妨害した守備隊の奮戦は称えられるものでしょう。太平洋の島嶼戦で日本軍が米軍上陸後に1ヶ月も飛行場を使用させなかった例は他にありません。琵琶湖島守備隊が奮戦できた大きな理由として島に点在する強固な洞窟の存在が挙げられます。この戦いは洞窟陣地に立てこもる日本軍の厄介さを米軍に認識させることにもなりました。琵琶湖島の戦いにおける日本軍の戦死・戦病死者は1万名以上とされ、生還者は520名でした。米軍の戦死者は471名、戦傷者は2443名となっていて、加えて感染症罹患者が6811名、戦場神経症患者は423名に上っています。マリアナ沖海戦の敗北とサイパン島の疾患により、彼らの奮戦も戦局にほとんど寄与しなかったのはとても残念なことと言えます。琵琶湖島で日本軍が知られ、ザル撃島と前線を繰り広げた事実は、これからも記憶されるべきことでしょう。最後まで見てくれてありがとうございます。あなたが思うことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。